国防省はイギリスの行政機関であり国防政策を統括しイギリス軍を指揮する国防省の主要政策はイギリスの本土及び海外領土を保持することである冷戦が終結した1990年代以後の現在では従来予想されていた短期通常戦争は予期されていない大量破壊兵器の拡散やテロの防止などが 主要課題として位置づけられている。1920年代から1930年代にかけてイギリス政府は第一次世界大戦の反省を踏まえて陸軍と海軍に加え新設された空軍を統合した三軍を統括する司令部が必要であるとの認識を有していた。1921年に当時のデビッド・ロイド・ジョージ連立内閣によって一旦提案は破棄されたが 1923年には参謀本部委員会が設立されている。1930年代にはアドルフ・ヒトラー率いるナチスが台頭するドイツの政治情勢を受けて軍備の増強と各軍の連携の緊密化が進められるようになり、スタンリー・ボールドウィンによって国防調整大臣が新たに設けられた。初代チャットフィールド男爵アーンリ・チャットフィールドが任命され、 1940年のチェンバレン内閣の総辞職までその職を務めたが、チャットフィールドの政治的影響力は大きいものではなかったため、軍の統合も思うようには進まなかった。チェンバレンの公認となったウィンストン・チャーチル首相は国防省を設立し、参謀本部委員会の指揮及び軍政を担当させた。大臣職は第二次世界大戦中を通してチャーチル自身が兼務し、 戦後は1946年のクレメントアトリー内閣において導入された国防省法によって正式に国防大臣は閣議の構成員として認められることになった。既存の3つの職であった陸軍大臣、海軍大臣及び空軍大臣はそれぞれ陸海空軍の直接指揮を取る役所としては残されたが閣議への参加は行わないことになった。その後、 1940年代から1950年代にかけて国防省の権限が次第に増加し、1959年には軍事省が国防省に吸収され、最終的には1964年に陸軍省、海軍省及び空軍省の3省庁が正式に廃止され、事実上は国防省に吸収、統合される形で現在に至っている。国防省は、 イギリスの政府機関の中でも最も不動産を所有している組織の一つである。イギリス国内に訓練場、弾薬保管施設、弊社などに利用されている不動産を有している。2005年の監察局のレポートによると、国防省は153億ポンドの不動産を所有しており、総面積は2400平方キロメートルに及び、これは イギリス全土陸地面積の1%弱にも当たる。ロンドン中心部のメインビルディングにおいては、ホワイトホール宮殿内において1514年から1516年にかけて建設されたヘンリー・パッセイのワインセーラーが国防省建物内の地下の一部として利用されている。これは1957年にビンセント・ハリスの設計で現在の国防省建物を建設した際に従来、 あったワインセラーを5.7メートル下へと移動させ保存したものである。ありがとうございます。